そうだ、メイクめっちゃ可愛い。本当に。女の声がする？しません。目の下のほくろない方が好きかも。これ？なんで？好きで描いてる。今日の投稿のやつめちゃくちゃ可愛かった。ありがとう。久しぶりだ。そうなんです。鳥飼ってます。スパチャって何？こんばんは。こんばんは。そう、朝みたい。朝みたいだよね。カラコン入ってるよ。ガチガチに。9月3日誕生日。9月3日誕生日ですってめっちゃメッセージ来た。多いんだね。結構いるみたい。投げ銭？投げ銭とは？こんばんは。突然ですが、巻き舌ってできますか？巻き舌ってグルルルってなるやつだよね。できないんですよ、実は。そう、9月3日何かあります。ライブがあるんです。実は新宿で私たちの出番は7時10分からなんで、9月3日は金曜日かな。だからもしよければ仕事終わりにでも来ていただきたいなと思っております。夏美ちゃんこんばんは。赤リップ買ったの？あ、そう買った。え、よく気づいたね。買った。仕事終わり行きます。ありがとう。え、そう、ヒロアカの映画見てないわ、そういえば。え、見たい。え、今週またずっと雨ですか、もしかして。カラコン、え、これはなんだっけな、ブラックピンクの人が広告で出してたやつのやつ。だって分かんない、新しいやつだから分かんない。ユーザー名似てる。え、本当だ。たまたま。お手紙送れ、ありがとう。そう、送り先できたんや。そうそうそう。今日の格好、首の色と顔の色ですか？いや、なんかね、私ね、もともとなんだよね、これ加工とかじゃなくて。めっちゃ焼けてるんだよ、なんか顔だけ白くなった。ファンデーション塗ってたからか。最近の趣味、え、なんか最近の趣味っていうよりも今後の趣味になりかねないやつある。なんかあの自転車自転車こいだんですよ、めっちゃ久しぶりに。楽しすぎて自転車こぐの趣味になりそう。趣味っていうのかな、自転車こぐのって。電動自転車買うの、あのアシスト付きみたいなやつ乗ったんですよ。え、めっちゃ欲しい。多分買う。何がいいのか。9月3日誕生日多いんだよね。9月3日誕生日おめでとう、おめでとうございます。
え、めっちゃ良かった。え、だってもう坂を座って登れるって画期的すぎない？キックボードみたいなのも、キックボード、ん？電動キックボードもめっちゃ欲しかったけど、でも電動キックボード乗るんだったらあのアシスト付きの自転車の方が楽しいかも、個人的に。なんか電動スクーターなんか一回乗ったんだけどちょっと怖かったんだよね。あと荷物が乗っけられない。そう、電動ちょっとつらい疲れのやつ乗ります。コナン君乗ってるやつってなんだっけ、あのなんだっけ、あれなんだっけ、あれね、わからんわからん、出てこない。アイドル頑張れ、頑張ります。これまずいな。そう、スケボーだ、スケボーって言いたかったんだ。そう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 、バイク似合いそう。バイク乗ってみたいけど、なんか私事故りそう。自分で言うのもあれだけど、めっちゃ事故りそうじゃない。リッププレゼントしたかった。え、でもね、今塗ってるやつね、昨日落っことしてね、蓋割れちゃってね、閉めれなくなったから捨てた、さっき。名前わかんない、なんか赤いやつ適当に買ったの、ドラッグストアで。チョコラ飲んでる最中にキスしてるみたいだった。カラコンですね、これなんだっけな、ブラックピンクの人が広告出してるカラコンの、これなんかグレーみたいなやつかな、グレー買った記憶があるんだよな。深夜に配信してるイメージだったから、この時間珍しくない？え、遅くない？でもてか普通何時にやるもんなんだこういうのって、わかんないんだよね。え、3日くんの？やったー、久しぶり、めちゃくちゃ久しぶりに来れた、ありがとう。ゲラとね、うん、めっちゃ可愛い、そのクラコン。なんかが起きた。あ、治ったかも。てか、ここ2、3日で髪の毛茶色になっちゃったんだよね。黒髪だったらまだこのカラコンあってとき、ちょっと微妙な気がする。あ、バッチありがとう。私バッチ気づいてないの多分。ちょこちょこサリちゃんより少し長いけど同じくらいまで髪の毛バサイ切った。ほんと？私も結構伸びてきた、これでも。もうちょっと伸ばしたいな。リップのタイプ何人が好き？普通のかティントとか、ティントかとか。なんだろう。
なんだろう、何が好きなんだろう。麦茶が選んでくれたやつなら何でも好き。さゆまる、さりちゃん髪染める予定ない？あー、作る染めたい。普通に色落ちしちゃったから。さゆまるさん的に男子の髪型何がいいですか？私もうここ数年永遠に続けてるのが黒髪センターパートです。マジこれしか言ってない。ラグ起きてるよね、やっぱ。なんか電波悪い。さえちゃん車の免許持ってますか？今持ってないんですけど、そろそろ教習所に通おうかなと思ってます。青色の髪色めっちゃ好きだったからまたしてほしい。あれやりたいんだけどね、こういう白い T シャツがまず着れなくなっちゃうんですよ、色落ちで。この辺とか全部青くなるし、指も青くなるし。ロングしたいんだけど、伸ばしてるんだけど、そのためにね、多分耐えられなくなるんだよね、この辺で。毎回この辺まで伸びて、なんか傷んでるなってなって切っちゃって、ここになる。毎回伸ばせないんだよね。ロングにはしたいんですよ。今回プレゼント香水あげるつもりでいるけど、気に入ってもらえるか心配なんです。楽しみなんだろうな。いや、派手髪したいんですよ。とびっきりしたいですよ、思いっきりかマジで染めたい、派手髪したいってなるけど、せっかくね今落ち着けて髪の毛いたわってるからね、ちょっと耐えてます。3日に直接プレゼント見せに行って、家帰ってから郵送するか早めに郵送するかも違うし。あれ、プレゼントってスタッフさんに手渡しでもダメなんだっけ？あれ手渡し自体ダメになっちゃったんだっけ？全然どっちでも手間じゃなきゃない方でいいよ。なっちゃんまた髪切ったの？見たい。そうです、そうですそうですとは。こんばんは、今起きた、おはよう。あ、そうなんだ。そうなんやね。じゃあどっちもダメなんだ。俺のコメント見えてない？見えてるよ。なんかね、ずっとなんかちょこちょこずっと同じコメントがこうずっと固まってて、気づいたらバンって一気に動くの。ラグ？なんでだろう。めっちゃ見落としてる気がするな。顔面優勝、あ、染めてください、はるはるさん、ヘルプヘルプ。やばい、もう色落ちが、見て見て、こっから色変わってんの急に色落ちきたんですよね。しかもこの間まで黒かったんで。好きな場所、好きな場所とは、で読み落としてるの嫌だな。読まれてなかったら言ってください。かんみっちゃん
くりした。またいつでも連絡お待ちしてます。送ります。ってか今週染めていただきたい。ぜひ送ります。連絡します。9点の目代わり何か買えますか。さっきねずっと9点で何買おうかなと思ってお気に入りリスト作ってた。買います。何個か買う予定あります。今日ミルルンの卒業公演やったね。ミルルンネイル変えた？ネイル変えてない。ヤッホー。やっと伸びてきたの。でもほら急に、なんか今回めっちゃネイル持った。急に伸びました。次どうしよっかな。でネイル変えたんでしょ？5色。ヤッホー。次どうしよう。マジ悩むな。ネイルがもういつ髪染めに行っていつネイルしていつのタイミングで予定を入れたらいいのか、スケジュール管理下手くそすぎて分かんないんだよね。だからメンバーの子が何日に髪染めに行くっていうの聞いて、あ、その時間と行けんだって気づくいつも。あ、まただ、またコメント止まってた。やばい。NMB の白間ミルル。見たらわかるかも。でも名前聞いてあっとはならない。ヒロアカ見てます。私も見てます。マジで伸びるの遅すぎやろ、ね、マジ。なんか今回マジで遅かった。毎回めちゃくちゃ早いのに。1ヶ月ぐらい持った。今回のこのネイルめっちゃ気に入ってたから、やばい、これを超えるネイルを考えなければいけないんだよ。デザインをどうしよう。さえちゃん何ペア開いてますか。あ、私もうピアスほとんど閉じてます。でもここにちょっと名残ある。ここにあ、ここと、ここと、ここ4つかな、開いてたの。閉じてます。5色の配色おかしくてサリマル萌えひいきの箱を知りたいなネイルになったそうなの。なんかあれなんだっけ、フィルターかな、ストーリーのフィルターかかってたからか、どこに何色かあんま分かんなかった。ライバルだと思ってる人はいますか。2年前の自分2年前の自分すぎる、マジでやばいよね。2年前の自分を超えるためにはどうしたらいいのかっていうの、やばい、衰えてるだけになってきてるから。年とんの嫌や。視力いい？めっちゃ悪いよ。かなり悪いよ。Hi, you are so cute. Thank you. おすすめのアニメありますか？あ、ヒロアカです。投稿でしてた伊達メガネはどこのですか？どの投稿だろう？何個かある。可愛さ年々更新されてる。本当に？なんか違うんだよな。でもなんかなキャラかな。なんだろう。もうちょい猫かぶっとけよかったって思うタイミングが結構ある。もう戻れない、これは。今さ
さえちゃん顔がいいからむしろ年々若返ってるの本当に羨ましい。それえ若返ってる？絶対若返ってないよ。なんか元がなんか芋っぽすぎて、私2年前の自分の美女に戻りたいとは絶対思わないの。見た目はね、見た目は絶対に戻りたいと思いたく思わない。え待って、青山推しになりました、やばい。本当に言ってる？本当に？珍しすぎない？最近ラーメン投稿少なくて、え本当に本当にラーメン食べに行ってないの。え道え、なんで今言うの？考えないようにしてたのに。全然行けてないからさ、全然行けてないからさ、行きたいんだけどね、ちょっとでも食べるとラーメンしか食べれなくなっちゃうの私。だから我慢してるんですよ。あと肌荒れするからさ、やっぱ昔より顔良くなってても、昔圧倒的に赤さっていうべきが強かったなって。私も最近解雇するわ。なんかね、マジで年感じるの。なんかなんだろう、なんだろうな、経験値的にはいいこと増えたけど、すごくでもなんかなんだろう、なんだろう、初々しさがないのかな、なんて言えばいいんだろう、無邪気具合が減った、お気に入ってるみたいなお気に入ってんだよな、なんかテンションとか全部で。でもなんかこの年になって初めて経験することまだまだあるからいいけど、体力がついていかないんだよね、マジで。なんか本当に疲れんの、もうびっくりびっくりする。僕はヒロアカ、つゆちゃんとこやみが好きです。わかる、センスある。え、マジでやからとこやみくんやね。ラーメンは醤油、普通に醤油系豚骨系好きかな。味噌はあんま食べない。春日亭なんて当分行ってないな。遊びは空いてないです。お気に入ってそうそう、本当にああいう感じ、ああいう感じ、ああいうことが起きるの。マジで疲れちゃう。普通に、いや1年、二十歳超えてからのさ1年2年ってさ、でかくないですか？わかります？私これといって二十歳の時めちゃめちゃはっちゃけてたわけでも、めっちゃ遊んでたわけでもないけど、でも特に22以降の年のスピード、年の取るスピードがめっちゃ早く感じる。